はいそれではジャムスタックアーキテクチャを用いたモダンウェブサイト開発というタイトルで発表させていただきます。よろしくお願いします。軽く自己紹介なんですけども株式会社フュージックで働いていてウラッターと申します。Twitter がここにあるのでよければフォローしてください。福岡には3年ぐらい住んでいます。はい、で話すことなんですけどもまずジャムスタックとはについて話して j、えっとまあ、ジャムスタックのブログをこう簡単に構築してみようとその後に、えー、ジャになぜジャムスタックがこがいい,いいと言われているのかというのに説明していきたいと思いますで最後に軽く弊社フュージックの技術ブログをこうジャムスタック化した話をしていきたいと思いますでジャムスタック皆さんご存知でしょうかこうあまり日本ではこう聞かれないと思うんですけども結構アメリカではこう ネットリファイを中心にこうかなりホットなワードだと僕は思っていて演奏されるのはこのジャムなんですけどもまあ甘いジャムなんですけどももう一つこのジャムセッションと言われるまあ楽譜なしでこうみんな集まってノリでこう演奏するようなことをこうジャムセッションとどこれもまあジャムから来て,てまて甘い感じ素晴らしい感じとこう言われいう意味があるようです。 まあ、なので、ジャムスタックを一言でこう表すと、甘くて素晴らしいこう、楽譜のないジャムセッションのようなこうアーキテクチャといいます。これはまあ何言ってるか分 <laughs> かんないと思うんですけども、えっとまあ、スタックでいうとあのこ、ランプスタックだったり、ミンスタックとかで、まあ、特定の技術、Linux、Apache、MySQL、PHP みたいなこう、特定の技術を使ったこうスタックとか、存在しました。 この JAMStack に関してはです、ね、決まった技術はないんですね。JAMStack なんですけども、この JAM というワードからこう来てるんですけども、この3つの基準を満たしていれば JAMStack といえます。その3つの基準なんですけども、JavaScript、API、マークアップですね。でそれぞれ説明していくと、JavaScript はまあ、 普通のことなんですけど、クライアントの動的な処理っていうのは、まあ、JavaScript で行いますよで、フレームワークは自由です。View でも React でも Angular で好きなのを使ってもいいです。でバニラ JavaScript でも可です。で API は,これは再利用可能な API を使いますで。DB 処理、サーバー処理というよりもすべて API として抽象化して JAMstack アーキテクチャを作っていきます。サードパーティーでもいいですし。 もう自分でで作ってもいいですすでに世の中にはこういったサードパーティーのサービスが存在していてこれらを組み合わせて JAMstack のウェブサイトを作ることができますで API の中でも JAMstack で重要なところはこのヘッドレス CMS という呼ばれるもので、まあ、名前の通りこうヘッドレス、まあ、簡単に言うと Wordpress の公開側がない、まあ、その記事とかを入力する管理側があって でそれを API で取得して、性、えー、的サイトとかを構築して、性、まあえー、的サイトジェネレーター、この後説明するんですけども、も性的サイトジェネレーターを使ってこう見た目の部分を構築していくという形になります。でヘッドレス CMS に関しては、このヘッドレス CMS.org でいろいろ確認できますし、でまあ、オープンソースでいうとストラピーだったり、有名なヘッドレス CMS のコンテントフルといったものがあります。でここのの例としてこの コンテントフルの、えー、管理画面なんですけどもこういったふうに、まあ、ちょっと見づらいかもしれないですけども、えー、記事を書く、まあ、情報を入力する画面があってそれを一覧で見れるというだけですであとはレストでリクエスト投げてとこの情報を取ってきて自由にこう見た目の部分を構築していくという形になりますで最後マークアップなんですけどもこれは事前ビルドされたマークアップです この事前ビルドされたマークアップをどう実現するかというとこのスタティックサイトジェネレーターというものを使って表現します。でこれがその事前ビルドのフロー簡単に表したフローなんですけど、まあ、Webhook でトリ,ガートリガーですねこれはまあコンテンツフルの情報コンテンツ例えばコンテンツフルだと情報を入力してまあ保存が走った。 をフックしてビルドツールが動いたり、例えばソースコードを変えて Git にプッシュした、それを Web フックでトリガーにビルドツールが走ったり走ります。で、データ API、まあ、コンテンツフルでもいいですし、まあ、マークダウン、なんでもいいです。データを保持している API があって、それを使ってビルドツール上でま i、あ、r クル c i だったり、ジェンキンスなんでもいいです。で、マークアップに変換します。 でそれを、もう静的サイトの状態なので CDN に載せてコンテンツを配信していくという流れになります。で、デプロイ後なんですけども、もう、静的サイトなのでブラウザーからアクセスがあったら、もう、そのマークアップを返すだけという、これが JAM スタックの、まあ、味噌というところです。で、その後、JavaScript がクライアントで走って、まあ、その他の API を使って、動的な処理を行っていきます。 でスタティックサイトジェネレーターもすでにいろんなフレームワークが存在します。まあ、Go とかヒューゴって言われてる、まあ、ビルドが早いとかって言われてますし、できる Ruby 製のものだったり、まあ、有名なところで言うと Gatsby、まあすでにいろいろあるので、これも自由に選択できます。でどういう性的、まあ、サイトツール、ジェネレーターがあるかは、このスタティック gen.com で確認できます。はい、では、この JAMstack のブログを簡単に構築してみましょう。 こういったまあツールを使って構築してみたいと思います。で先ほどの,あの図に当てはめると、こんな感じになります。まあ、GitHub で、ネットリファイ CMS で記事を入力して、それがマークダウンとして GitHub にプッシュされます。それをトリガーにネットリファ、ネットリファイのビルドサービスが動いて、でネットリファイのビルドサービス上では Gatsby が静的サイトに変換してくれて、ネットリファイ の CDN サービスに乗ってホスティングするという流れになりますでここのネット l ファイ CMS のドキュメントのスタートウィズテンプレートというところに行ってもらうとテンプレートから簡単に始められるのでここをクリックしてもらうともうネット l フ,ファイと連携が走ってビルドが走ってますで GATSBE サイト in one minute って書いてるんで,もうで、ね、1分でブログが簡単に構築できますでこういうふうに レポジトリ名が作られてで、ネットリファイのダッシュボードがこういうふうに見れます。で、ビルドが終わって、えーまあ、ちょっと見づらいかもしれないですけど、上のリンクでもうすでに、えー、ブログが構築されているということで、こんな感じですね、見た目。で、管理側すらアドミンに入力、えっ、ー、と、すらアドミンに行ってもらうと、こういったネットリファイ CMS の管理側が、まあ、記事を書く画面ができていると思います。 ぜひ皆さんやってみてください。すぐできますので。でえー、とまあ簡単に今の流れを図にしたものなんですけども、まず記事を書く人がいて、まあ、それは管理側にログインしないといけないんですけども、それはネットリファイのアイデンティティと言われる認証サービスを使います。でこのネットリファイは GitHub の権限、ネットリファ y と連携していて権限を持っているので、まあまあ 記事がマークダウンとして書いた後、GitHub にプッシュされ、それをトリガーに Netlify のビルドツールが走って、でビルド後はもう成績サイトなので、閲覧者がそれを見,見に行くという流れになります。はい、でなぜ JAMstack なのかいう、まあいい点を、いい点が5つ挙げられるんですけども。まあ 1一つずつ説明していくと、パフォーマンス、ワードプレスとかこうモ,ノモノリシックなあのサイトとかだと、まあ、サーバープログラムが動いて HTML を作ってブラウザに返す、まあ、単純にした図なんですけども、ジャムスタックの場合はすでにもうデプロイ時に静的サイトとして CDN に上がっているので、もうそれを返すだけなので明らかにパフォーマンスはいいことが言えます。スケーラビリティに関しても、まあ、普通のサーバー が動いているサイトだと、まあ、負荷がかかってしまうとレスポンスが遅くなったりしますが JAMstack は性的サイトなので CDN 上でもうすでにキャッシュされてレスポンス高負荷にも耐えられますセキュリティに関してもです、ねまあえっと、普通の、まあ、サイトの場合はリクエストが起こったらデータベース,にデータベースを参照してというふうにこうユーザーとデータベースのこの 流れが直接的なリクエストが行ってしまうので、攻撃、脆弱性があった場合、攻撃対象になりやすいんですけれども、JAM スタックの場合は、データベースはビルドの時点で参照して、例えばデータベースがあったとしたら参照して、すでにビルドしてコンテンツを作って、ホスティングしているので、データベースは絡んで、ユーザーと直接絡んではきません。あとは、バックエンドとフロントエンドの分離という観点でもセキュアであるといえます。 でコストに関してもです、ね、こういったサービスがすでにあるんですけども、まあ、無料枠ですがそれらを駆使して簡単にサイトを作ることができますでディベロッパーエクスペリエンスに関してもクライアント側は自由なフレームワークリアクト、アングラー、ビュー何でもいいですさらに構成としてもクライアント側リアクトでデータベースコンテンツの管理としてコンテンツフルを使ってもいいですしホスティングにネットリファイ でさらにこう、プッシュ通知が欲しかったら、Firebase ーーを追加したり、まあ、決済経路が欲しかったら、Stripe だったりあ、やっぱりデータベース、なんかオープンソースの使いたいなって、a s,、うん、<S こうやってもいい,しいいですし、クライアントはビューに変えたり、もうそのディベロッパーの選択肢は自由ですもう。まさにジャムセッションなんです。で最後、まあ、テックブログ、f u ジ i c のテックブログなんですけども、 ワードプレスでこう運用してたんですね。それをなんとジャムスタック化しました。ぜひ皆さん、このリンクにアクセスしてもらっても、アクセスしてみるともうかなり高速なことが分かると思います。ぜひアクセスしてみてください、はいで。ビルドのフローなんですけども、こういった、まあ、弊社 AWS よく使うので、AWS 結構構構成してるんですけども、流れとしては えーまあ、自分の好きなマークダウンエディターで直接 GitHub にプッシュしてもいいですし NetrifyCMS も使っているので NetrifyCMS から記事を書いてもいいですしそうしたらマークダウンとして GitHub にプッシュされフックされ、まあ、AWS のコードパイプラインというものが動いてでビルドツール上で性的サイトジェネレーターとしては GritSum、ビュー製の性的サイトジェネレーターなんですけども グリッツサムを使ってビルドします。で、ビルドしたら、マークダウンが性、まあ、的サイトに変わって、で、デプロイが走って、S3 上で、えー、ホスティングされ、クラウドフロント、CDN でコンテンツを配信していく、キャッシュしていくっていう流れになります。で、これがあのワードプレスのときのテックブログで、Chrome のデブツールのあのライトハウス を使って計測したんですけども、こんな感じでした。それがジャムスタック化した後には、もうスコアがかなり爆上がりして、高速になったと言えます。で、先ほどあのモニタリング PHP で発表していた弊社整形にモ,リモニタリングしてもらったんですけども、横軸が時間で、縦軸があのタイム。 TTI、まあ、インタラクティブになる時間表示、ページが表示される時間なんですけども、こう急に落ちてるのは分かりますよねで。旧ブログから新ブログに変えた瞬間に、明らかにレスポンス、まあ、TTI が短くなっているのが分かると思います。はい、でこれで、まあ、テックブログがかなり早くなったんですけども、最後に、まあ、どういったケースでジャムスタック をう使ったらいいかについて話したいと思うんですけども例えばですねあのシングルページサイトまあ単一のサイトと巨大な Web アプリがこう横軸で表されるとしたら JAM スタックはここの JAM スポットと呼ばれるこう真ん中の辺りですね単一のページでしたら HTML に時間書きしてもいいですしまあ大きいビルドに時間がかかってしまうのでコンテンツを こう生成するのに反映されるのに時間がかかってしまうので大きいアプリだったりウェブその業務システムとか即時反映してほしいものとかには向いてないですけども大体の,あのウェブサイトが JAMSTAC で表せるのではないかなと思っています。最後もまとめに入っちゃうんですけども JAMSTAC とは JAM の基準に沿ったアーキテクチャ。 ですでブログをもう1分で無料で構築することが可能です。でなぜ JAMStack なのかに関してはまあ早い、強い、安全で安い、楽しまあ、ディベロッパーエクスペリエンスがあって楽しいと言えます。テックブログも弊社 f u ジ i c のテックブログもまあかなりハッピーになっています。で、j a m s a c k のところで使ってみるのがいいんじゃないかなと思います。 はい、ご清聴ありがとうございました。はい、浦田様ありがとうございました。